辛い夢、早く目が覚めてほしいと願う夢。でもそれがどうして夢だとわかるんだろう。それは夢？本当に？私も派手だよね。生徒会ってやることが徹底してるわよね。二人は出ないのか？私は出ないわよ。私も出ないけど、北川くんは出るの？いや、今年は出ようかななんて考えてるんだけど、美坂一緒に出てみようぜ、うん、なんで私があんたと。いやそのでも午後が休みってのはいいわよね。なゆき、どこか寄って帰ろうか。ゆういちは？ゆういち？ああ、緊張するよな。俺もだよ。タキシードなんて俺に似合うかな。大丈夫ですよ、ゆういちさん。本当？ほら見て、舞、ゆういちさんなら似合うよね。なんだ、言いたいことがあったらはっきり言えよ。着てるところを見ないとわからない。よし舞、俺のバッチリ決まったところを見せてやるからな。楽しみだね、舞。舞のこと最初にエスコートしてやるからな。最初は俺と踊るんだぞ。お前が本当は女の子らしいってことみんなに見せてやらなきゃな。これ舞に似合うと思ってつけてみて。ほら。よく似合うよ、舞。やっぱりやめる。舞！さゆり。舞はすぐ自分で決めちゃうんだから。ダメだよ、そうやって一人で解決しようとするの。でも。でも、じゃないよ。始まるね。ゆういちさんが待ってるよ。
行こう、マイ。うん。憧れの舞踏会。そしたらね、ケロピーをユイチが踏んじゃ、どうしたの？なんでもない。行こうか。踊ってくれますか？はあ、場違いだな。お、悪いね。どうしたの？誰か連れとかいないの？連れはあなた。俺？ひょっとしてさゆりさん？冗談だよ。でも見違えたな、舞。どこかのお嬢様みたいだ。お嬢様。そうだぞ、舞。お嬢様だ。ゆういちも似合ってる。ん？着てるところ見れたから。そっか。で、さゆりさんは？知り合いに挨拶に行くって。舞、お前はいいのか？せっかくなんだから俺なんかといるより誰かにアピールしてこいよ。舞、約束した。最初は二人で踊るって。そっか、そうだな。じゃあ踊ろうか。ゆういち、踊れるの？いいんだよ、俺たちが楽しければそれで。僕にはよくわからないんですよ。どうしてあなたがそんなに生徒会を拒むのか。あなたが生徒会に入ってくれれば。拒んではいませんよ。ただ今のさゆりにはもっと大切なことがあるんです。大切なこと？何ですか？マイ、ユイチさん。見ていられないな。まるでマナーがなっていない。いいんだよね、マナーなんて。どうも。マイも何か飲むか？ほら。嘘だろ。さゆり。な、舞。こんなところで剣を抜くな。ちくしょう。なんでこんなところで。倉田さん。さゆりさん。さゆり。カノン、言い訳するつもりもないんですか？今回は今までとは訳が違う。僕もあの場にいましたし、
それにあなたが剣のようなものを振り回していたという目撃証言もある。実際怪我人も出ているんですからね。まったく、あなたには呆れますよ。何の意味があってガラスを割ったり舞踏会を台無しにしたりするのか。おい川澄、何とか言ったらどうなんだ。黙って聞いて、それで前は定額だったってことなのか。じゃあ先生。ああ、いいのか川澄、お前方向処分なんだぞ。方向処分って。舞、立ち聞きとは感心しないな。舞。倉田さんもご一緒でしたか。聞いてください、舞踏会での舞の行動についての私たちの見解です。川澄さんの処分は変わりませんよ。話を聞いてもくれないんですか。何の話を聞けばいいんですか。彼女が窓ガラスを割った理由、舞踏会を台無しにした理由ですか。久世さん、理由などどうでもいい。彼女が起こした行動の結果が全てなんです。わかりませんね、どうしてあなたがこんな生徒のことをかばうのか。こんな生徒ってなんだよ。おい、やめないか。誰のための生徒会なんだよ。健全な生徒のための生徒会さ。舞が違うってのか。彼女の素行の悪さは生徒会では有名だよ。今回のことだけじゃない。どうしてそこに理由があるって考えられないんだよ。ゆういちさん、舞のためならやめてください。殴れば川澄さんを追うことができたのにね。舞。舞は親友です。え、ゆういちさん、舞をお願いします。わかった。理由なんかどうだっていいんです。舞のことが好きだから、舞は大切な親友だから、だから舞のために何かしたいって。間違ってますか。舞行くのか。もうここの生徒じゃないから。少しくらい時間あるだろう。少しなら。俺な、最初よく分からなかったんだ、さゆりさんがどうしてお前と一緒にいるのかって。不愛想だし、生徒会に目つけられてるし。でもさゆりさんが言うんだよ、お前はいいやつだって。そうなんだ。ゆういち、どうした。みなせ、ごめん、なんでもない。何よ、泣いてた。でもな、さゆりさんの言うことがだんだん分かってきたところだったんだ。野良犬に弁当を食わせてやったり、黙って濡れ衣かぶったりして、お前は本当はいいやつなんじゃないかって。だからみんなにお前のいいところ分かってもらおうって。いらぬおせっかいだったのか。俺やさゆりさんがお前のために何かしようっていうの全部余計だったのか。俺たちが何しようとお前はそうやって知らん顔で出て行っちゃうのか。さゆりさんがさっき言ったこと聞こえたか。お前のこと親友だって、大切な友達だって言ったんだ。それまで知らんぷりか。さゆりさんがかわいそうだ。引き止めて悪かったな。もういい、行けよ。ゆういち、どうしたらいいのかわからない。ゆういち、どうしたらいい。今思ってることを言えよ。さゆりのこと親友だと思ってる、大切にしてる。ごめんなさい、さゆりやゆういちと一緒にいたい。本当は3人でもっと一緒にいたい。わかった、俺が何とかしてやる。絶対にお前を俺たちのそばに戻してやる。何とかするって言っても何をどうしたらいいんだ。ゆういちさん。あ、さゆりさん。何かお買い物ですか。っていうかさゆりさん、舞は。舞なら大丈夫ですよ、久世さんだってちゃんと話せば分かってくれます。あいつが。あ、それよりご相談があるんです。相談。明日舞の誕生日なんです。ゆういちさんも一緒にプレゼントを選んでもらえないかと思って。
去年は豚さんのオルゴールをプレゼントしたんです。豚さん？天使の豚さんがいっぱい飛んでる可愛いオルゴールなんです。可愛いのかそれ。舞はすごく喜んでくれましたよ、ありがとうって。そりゃ礼ぐらいは言うだろう。舞の誠意なんですよ、それが精一杯の。の？そうか。じゃあ、俺たちの送りたいものを送ろう。はい、それが一番ですよね。思いっきり女の子っぽいものにしよう。はい。あれなんかどうですか？え？いや、なんだこれ。舞絶対喜んでくれますよ。それでは皆さん、紹介します。何あれ？まさか。ちょっと、ゆういち。生徒会に新しく加わっていただいた倉田さゆりさんです。まもなく卒業という見ながら、さゆりさん、どうして？とのことです。舞のためなのか？あ、ゆういちさん。さゆりさん、話があるんだ。ちょうどよかった。さゆりもゆういちさんにお話があったんです。舞のプレゼントなんですけど。舞のためなのか？当たり前じゃないですか。プレゼントの話じゃない。どうしてさゆりさんが生徒会のやつらなんかと一緒に？卒業までの間ですよ、さゆりは全然平気です。さゆりさん。それよりゆういちさん、今度の日曜日にちゃんとしたお誕生日会はやるとして、プレゼントは今日渡そうと思うんです。時間を合わせて舞をびっくりさせましょう。さゆりさん。少し遅くなると思うので、ゆういちさんの連絡先を教えてください。え、わかったよ。あ、さゆりはこれから会議があるので。それじゃ、ゆういちさん、後で。さゆりさんは舞のために、俺は結局何もできないままで。ゆういちくん、ゆういちくん、ゆういちくん、ゆういちくん。わが、こんにちは、ゆういちくん。こんにちはじゃないだろう。また食い逃げか？違うよ、声かけたのにゆういちくんが無視するから。だからって体当たりするのをやめろ。他の挨拶を知らないのか？こんにちはって言ったもん。で、何か用か？ゆういちくんがいたから声をかけただけだよ。用もないのに呼ぶな。ひどいよ。お前は何してるんだ？僕は探し物だよ。まだ見つかんないのか？うん、まだだよ。でも探さないといけないから。探し物が何かは分かったのか？分からないよ。でもゆういちくんが僕の行きそうなところを探してみればって。そりゃ言ったけど、それでも見つからなかったじゃないか。でも今僕にできることはそれしかないからね。そうか。そうだよ。どうしたの、ゆういちくん？いや、頑張れよ、あゆ。うん、頑張るよ。ありがとう、ゆういちくん。それじゃあな、あゆ。うん。分かってたことじゃないか。そうだ、今できることをさゆりさんだってやってるんだ。ゆういちさん、お帰りなさい。さっき倉田さんっていう女の子からお電話がありましたよ。え、しまった、さゆりさんの連絡先聞いてない。大丈夫ですよ、校門で待ち合わせしましょうって。学校の校門ですか？ええ。いない。教室か？ゆういち。あ、舞、さゆりさんのこと。あ、いや、なんでもない。学校に
戻れた。え？学校にまた戻っていいって。え、本当か？うん、そうか、それはよかった。ありがとう。え、何？さゆりに聞いた。ゆういちとさゆりが私のためにいろいろしてくれたって。いや、俺は何もしてないよ。さゆりさんが頑張ってくれたんだ。さゆりはいつもかばってくれた。最初にガラスが割れた時、舞は親友だからきっと理由があるって。やっぱりさゆりさんは舞を復学させるために。大事にしないとな。二人の気持ちだよ。舞の気持ちもさゆりさんの気持ちも。あ、そうだ舞。まさか例の魔物か？こちらに来ない。あっち、うん、一体何者なんだ魔物って。どうした？ぬいぐるみ。え、さゆりさんを襲った魔物たち、そいつらを許せないと思う俺の横で舞は自分を傷つけてゆく。カノン第8話、少女の檻。